はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。で今日本当はねトロールの動画出そうと思ったんですよ。でもね最近みんなでバトルをねしてくださいっていうコメントがね多くなって、その中でもねこういうコメントがあったんですよ。編集とか雑でいいんで、そして字幕もテロップももういらないのでとりあえずみんなでバトルを出してくださいみたいなよっぽどみんなでバトルが見たいんだなと思って、まあまあそれじゃあね早速やっていきますか。でね今日こそゲスキングにねなりたいね。これもコメントなんだけど、〇〇キング多くねみたいな、まあ、ゲスキング、カワキング、M キングみたいな、まあいろいろあると思うんですけど、一番人気なのはね多分 M キングだと思うんですよ。でも今日はねゲスキングになりたいと思います。いやマジゲスるよまあ、ゲスるって言っても外役じゃない、外役とゲスは違う。ほらねもうこういうのよ、もうこういうあれよ、もうこうスパイクボール、キャッスル、針の玉の城っていうことは鉄球が出てくるんじゃないかな。ここほらやっぱりねそういう感じでしょ。皆さんよろしくお願いします。今日はね久々のみんなでバトルなんですよ。だからみんなお手柔らかにねしてね。オッケー、みんな優しいねみんな優しいと思う。きたー、ここはマリオ脱落しました。ここでアイテム取っていきたいんですけど、ここはもう僕いらない。多分ね僕ぐらいになればアイテムとかないでもね多分いけると思う。いやここね結構難しいよ。ちょっと舐めてた上のね、あのさっきの透明度感はね鉄球が見えなかったもん見えなかったから、うん、それを言い訳にして、うん、今から行きます。うわアイテムないのか、この辺で一回アイテム取っておきたいね。いや来ました、ここでファイヤー、よっしゃ来た。でもみんな取ってってるでしょきっと。ここクッパいるかな、クッパいてくれたらいいんだけど、そしてここ鉄球が来る感じだね。でも僕は無視していこう、まあ、速さを重視でいこう。なんか見たことあるねこのコース、結構有名なコースかな。よしでここでアイテムをねまたきっちり取っていこう。あれだね、本当にこのコース知ってる、知ってるけど最後にボスとかいたかどうかわからないんだけどね。いてくれ頼む。よし来た、いやルイージ脱落だね。よっしゃピンク頭も脱落、あとは僕が、よし来た。いや待って、いやダメだってマリオダメ、いやなんでヒップホップしたんだよなんで拍手してんだ俺は。あ、ごめんなさい言われてる、いいんだって大丈夫、気にしないで。お、さっきのマリオいるね。もう僕に頭上がんないよ、申し訳ないって思ってるよきっと。キノピオだったね、キノピオよろしくね。ほら申し訳ないみたいな顔してるもん。じゃあここでどんぐり取って、なんだこのコースはどうしよう、ここ入れないの。あ、入れたね。うわやべえ、あのあれはやべえ、あのいやそれはやべえ、連れてって頼む、いや頼む、右には投げないで、いやーやっぱそうするよね。ここはヒップドロップでかまして取ります。あ、これ買ったんじゃない、ほらなんか買った臭い匂いがするね。どうしよう、こう一旦ここは抜けて上から行こっか、上からこうジャンプしてこう、うわ待って、よし勝った、うわあマリー、マリーみんなありがとうすごい奇跡だね、よしまでもらってる。で動画のね冒頭でも言った通りね、僕ですねみんなでバトルの編集にはあんまり力入れてないんですよ、まあ、テロップとか字幕っていうのかな、効果音とかもねそんなに使ってないんですけど、みんなでバトルってさ画面がすごく動くじゃんか、だからねテロップがない方が意外と見やすかったりするんだよね。っていうかさ今日ゲスれるかな、初見の人だったらすごく聞こえ悪いよね、今日ゲスれるかなって。いや違うんだよ初見さんの方、ゲスれっていうのはあれだよね、もうあれ、よしここはの、いやこれはキノコ関係ないね、普通にこうやっていった方が早いね。あ、カメキチを倒さないけんのか、なるほど、じゃあここら辺で多分待っておこう、そしてゴール条件奪う、やった、うわっ、いやっ、待てワールド1の1と2、3レース、うわこれは面白そう、1の1から1の3までレースするって感じでしょ、よろしく、これは僕勝たなきゃいけないね、みんなにマジでいいとこ見せるよ、ここはよし、これはワンチャンあるね。で右、うわこっちは速いやつでしょ、ルイージは、よしルイージいないね、多分なんかにやられたんでしょう、オッケー、で次1の2だね、うわマジ1の2じゃんか、はい、うわフラワー取り上がった、あいつ、いや待って、うわー抜かれた、どうしよう、うわー待って、しかもあいつフラワー状態でしょ、
ほっ、ここはうまいとこ見せよ。うわ、キノピオうまいね。ここ1の3が勝負だね。ここは僕テクってるよ。スーパーマリオ35だったっけ、あれね、だいぶ来てるからね。ほっ、なに。いや今のはすな、もうあのキノピオがやられたらまだワンチャンあるで。うわ、もうやられないかな、さすがに。あのキノピコ多分待ってくれてるパターンだね。いや、すごい奇跡が起きたもんだね。うわ、王者ライオンキング、あっ、ミスった。ワールド1の1スーパーベルヒルズ、これは 3D の1の1かな。めちゃくちゃ似てない、なんかこんなんじゃなかったっけ。ていうことはこれワンチャン勝てるかもしんない。ダッシュ、この勢いを抑えんでいこう。いや、このままいくよ。え、やった、いや勝ったね。こんだけ差があるわ。いや多分勝てるよ。アイテム、うわった、しかもネクイエーよし、このままゆっくりいこう。3D のコースってさ、こんな長かったっけ ?1 の1。いや、多分これ、あれだね、1の1じゃないよ。多分。ちょっと、アレンジしてるね。回1の1やね。どうもありがとう。聞かねえぜ。ドントジャンプ?バトルで?うわ、これは掲げられたらもう終わりのやつでしょ。うわ、絶対難しいやつじゃんか、これ一番最初いかして、あ、マリオ持っちゃった、ごめん。うわいや、まずマリオゴールさせに行こう、それがいい。うわ、こっちか、マリオごめん、もう無理だね。いや待って、あのキノピオ絶対ゴールさせねえ。ここでゲスキング発動、夜の草原を駆け抜ける、夜遊びだね。かわいいね、月になってるよ、この入り口もかわいいね。じゃあ僕ピンクなんで青いこう。よし、始まるね。あんまり見ないステージだね。でここで、うわ、僕の苦手な感じのあれだな、ちょびちゃん系だね。ほっ、でもね勝つよ、ここはきっと。よし、じゃあ、いや、バネ、よし、いや、うわ、うますぎ、いやいや、ここは多分ね、冷静にいけば勝てると思うんだよな。なんでちょっと冷静にいってみていい?ほい、見て、ほら、みんな今日の僕を見てほしい、かっけえところにね、見せてあげるから。上、やばい、や、上でいいや、もう。いや、あのキノピオといい勝負になりそうだね。ほっ、でここでしゃがむ、うますぎ。ほっ、いや待って、これは連打勝負だね。キノピオ大丈夫、勝てるかね僕に。これ一回チビになりたいね。オッケー、でここでファイヤーボール。いや待って、マジであのキノピオついてくるんだけど。うわ、いやマジ、このマジキノピオ、ほっ、うまい、ほっ、うまい、やべえ、抜かれる、やべえ、抜かれた。ここは下か、下行って1個だけ残ってる感じで、ほっ、負けで、絶対負けで、よし、勝った、これは勝ったでしょ、まだあとか。次はリンク、待って、リンク得意じゃねえんだよな、ここで爆弾で壊していく感じでしょ。よし、つまずいてる、よしよしよし、つまずいてるよ。なんだこれ、わかんねえんだって、これは走る感じかな。どうやって走るの、下、これ合ってないの、あ、これあれだね、こう剣で、いや分かって、いや待って待って、頼むから、うわ負けたやろこれ絶対、大丈夫、頼む。フォールキャット、バトルコースでフォールキャットってどんな感じなんだろう。落とし合う感じだね。いや、こういうのめちゃくちゃ好きだよ。僕、誰だったっけ、待って、誰マジで誰、ちょ、待って、マジわかんない。誰だったっけ、青だね。待って、そしてラグいね。せっかくこういう楽しいコースなのにね、ラグいね。どうしよう。誰かがね、ツイッターでつぶやいてたんだよね。ピオキングのみんなでバトルは大体ラグいみたいな。
マジでそんなつぶやきがあったんだよね。大丈夫？いや確かに多いね。僕ね一応優先だよ。優先でさらにね、あのニューロ使ってんだよ。ニューロニューロってなんかさ早いみたいな感じじゃなかったっけ、普通の倍ぐらい。僕が原因っていうわけでもないとは思うんですけど、もしかしたらあれかな、そのコロナでみんなネット回線使いまくってるから遅いみたいな、もしかしたらそういうのもありえるかもしれない。おりゃキラピア、よしキラピカ、いやキラピカなくしてんの、うわ熱い、これは熱いよ、これぜひ勝ちたいね。ここはゲスキングも何もない、僕が何をしたところでゲスキングにはならないはず。ルイージなんかさ安全なあれ取ってない、安全対策してない、これ全員ゴールできるやつじゃんか。みんな別にさ戦わんでもよくない、そういう合図じゃんかこれね。みんな僕そんなことしないから、ずっとこうやってしてるから。たまにはこういうビーバーともいいでしょ。頼む頼む、みんな攻撃しないで、今日は仲良くいく、そういうバトルね。伝わったみたい、僕の優しさが伝わったみたいだね。で最後にみんなでバトルすればいいだけだからね。いや大丈夫ルイージ、僕が守ってあげる。嘘だよルイージは集中攻撃しろ、キラピカ分かってくれ。うわいや待って、やめて、ここはこれ入った人の勝ちでしょ。まずい、邪魔いや右これ、なるほど最後は1対1っていうわけか。いや待って、違う違う、だってルイージ、あマリオマリオ忘れてたお見た今のキノピコ、私のことを知っているんでしょうか。ちょっと待ってね、キノピコはワヤオ6500、超強くね、レート6500ってことかな。キノピコとしかもあれだね、な何やってんの。こういう時はもう人のとこ行こう、人のとこ行って勝とう。もしブロックとかあったらね、もう全部壊してくれてってるかもしれないからね、そういうね、あ戦法で最後にね、もしかしたらあのブンブンとかいるかもしれないんですよ。でそのブンブンがいて、あの倒すのに時間かかるじゃんか。でその時間かかる間に追いついて、あのゴール条件を奪って僕がゴールするみたいな、そんな戦法でいこうかなと。ほらね、こういう感じですよ、ブロックが壊してくれてるでしょ。ごめんね、じゃあ取らせてもらおうか、ゴール条件。最後にブンブン言ってくれそうだよね。なんかこのスキンって最後にね、なんかブンブン持ってくるような人が多いような気がするんだよね。さてどうなんでしょう。ほらね、やっぱりごめんよ。あれ僕どこ、あ違う、右だった、思いっきり左で、またしてありがとうこれぞゲスキングだね。そういえば YouTube に新しい要素がね追加されるらしいんだよね。通常の動画にスパチャができるって言えばいいのかな、投げ銭ができる要素がねできてくるらしいんだよね。すごいよね YouTube、 今までそんなん聞いたことないよね。通常の動画に投げ銭だよ。よっしゃ、このね超面白そうなステージでね最後にしたいと思います。あ強制スクロール的な、ルイージ UAE 優しい、待って持ってくれてないやんか、だから最後まで責任持って持ってくれよ。やったここで、なんで逃げんのよファイヤー。あでもみんなやられたね、これはチャンスなんじゃない、これ強制スクロールだからねみんな来れないもんね。いや待って、キノコいすぎ、さっきのファイヤー逃したのは痛かったな。でもこういう避けゲー得意ですよ、もう避けゲーのピオキングと呼ばれた身ですからね、避けキングだよ。あぶね、うわいやこれファイヤーないと絶対無理でしょ。待ってファイヤーどこ行ってんの、毒キノコ全部さっきさ僕がいたところにあったからこっち来ないパターンだよね。あマリオ戻ってきてる、いやワンチャンある、あとはルイージやられろ、あいなくなった、後ろ前どっち、うわ前に行ったっぽいね、後ろに来て、後ろに来てます、ルイージこれは勝ったよ、僕ファイヤーだもん来ました、花キング、ここ勝って終わろう、お腹痛いし、ここゴールでしょ、よし、いやにゃん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 、1の1フライングファングファンファンフン、さあみんなよろしく、見てこの僕の超連打早くない、よしみんな今の僕の超連打で多分ビビって前に行けなかったんだね、これで勝てるね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。